以上、この時間の川越ライブインフォメーションをお送りしました。そしてここで音楽です。1曲目ロッキーで始まりましたので、もう1曲ロッキーつながりでお聴きいただきましょう。ロッキーの最初の対戦相手アポロ、こちらこの名優の息子を主役にした新シリーズ第3弾が今年5月公開されるそうですね。クリード過去の逆襲という放題もついています。ではロッキーシリーズからボーカル曲最大のヒット曲ロッキー3からサバイバーでアイオブザタイガー。サバイバーでアイオブザタイガーをお送りしました。さあここからはニューヨークと川越を中継でつないでトークを繰り広げる川越の架け橋のコーナー。ラジオパーソナリティをはじめ声に関係した仕事で幅広く活躍するニューヨーク在住の大橋小雪さんと今朝もつながっています。小雪さん
おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は小雪さんがねデートだったため、事前のもうねしつこくてすいません。はいはい、もうしつこい、みんなしつこい、すいません言わないようにし、みんなしつこい、はい、はい、失礼しました。小雪さんが休養でねお休みだったために、はい、事前収録という形でつながせてじゃないですね放送をさせていただきました。あの時小雪さんにね撮っていただいた音を逆に音楽をね音源を送っていただいてそれをオンエアしたので、逆に小雪さんの声がすっごい新鮮に綺麗な音で入っていて、僕が本当に南米のチリあたりからか細い電波で放送してるような雰囲気でちょっとすごくなんかねファンタジックな放送になりましたねわけわかんないこと言ってます、はい、ということでやっぱり、はい、オンラインはね、はい、難しいんですよ音が、ね、もう別人の声みたいになって聞こえることって結構あるじゃないですか、うんうんうん、ですね、はい、ズームでなんかやり、ね、撮らせていただきましたけど、なかなか、あとマイクも工夫しないとダメだなとかいろいろ反省点ありますこちらも、はい、まあ、いやまあでもね、うん、はい、でも穴を開けず、面白いんじゃない、はい、またぜひこれに懲りず何か急用が入った時にはまた事前収録しましょうなんてそうですね、はい、日本も2月最終日っていうことでもう多分気分はね3月に向かっているのかなっていう気がしますけれども、ニューヨークねまだまだちょっとね寒い毎日が続いていますが、こう2月振り返ってみてちょっと天気の話になりますけど、まず思ったのが今年本当に雪が少なかったですこっち。あ、そうですか。かなり気温はね低いってお話を何回かされていて、でも雪は降らなかったってことなんですね。そうなんですよ、気温はもちろん低いんですけど、うん、これ例年に比べるとさほど低くないっていうのが正直なところで、うん、しかも雪も降っていない、ほぼゼロですね。だからここまで振り返るとなんかこう世界的にちょっと気温が上がってるみたいな温暖化とかっていう話も出てますけど、うん、もうこっちもやっぱりそうですね、まさにそうですか、雪が降らないということにそういう温暖化の影響を感じちゃったりしますよね。そうなりますと、そう感じますよ、うん、だからたまにはね環境のことでもみんなで考えていこうかなと思いまして、はい、今日ね気候について考えようっていうのをちょっとテーマにさせていただきました。いいですね、エコね、はい、大事です。そう大事なんですよね、まあ、リスナーの皆さんもそんな難しく考えずに、うん、私も本当にできることからやってるっていうレベルなので考えてもらいたいんですけど、もう私ね恥ずかしながら日本にいる頃ってそういうことほとんど考えたことがなくって、ニューヨークに来てからなんか気づくことが多かったんですよ。っていうのはですね、はい、例えばスーパーマーケットに行くと、こっちだとニューヨークだと野菜売り場の野菜とかってビニールに入ってない、袋に入ってないんです。なるほど、そのままその売り場に生の形で置かれているという状態なんですね。そう、そうなんです、まさにそうで、果物なんかもそうでですね、うん、だから果物なんかはね色とりどりなので逆にそのまま陳列した方が見た目は綺麗かも。あ、そうですね、うん、そんな感じします。そう、それでそれを自分でビニール袋とかに詰めて必要な分だけね、それで買うっていうのがスタイルで、最初なんかねそれがとっても不思議で、そこからあ、なるほどな、やっぱりそういうことも考えなきゃいけなかったんだなって思ったの一つと、あとねこっちのスーパーで2大スーパーマーケットのオーガニック系のスーパーが2つあるんですけど、1つがねホールフーズって言って、もう一つがトレーダージョーズっていうスーパーマーケットなんです、でトレーダージョーズというところがすごいリーズナブルで、うん、こんなに安いのにこれでオーガニックとか安心安全でいいのっていうような値段なんですが、はい、そこで言っているのが、はい、果物なんかを入れるビニール、これがビニール袋じゃなくてですね、さあ早川さんどうやって説明してくれるかな、これなんです。なんでしょう、なんかね最初は昔冷凍みかんが入ってるような、あれですか、キッチンペーパーみたいな
感じ。あ、このそうですよね、まあ、トイレットペーパーのようなロールになってます、うんうんうん、そう見た目で言うとロールになってて、うん、要はビニール袋とペーパーの間くらいのものなんですが、これね、コンポスタブルバッグって言うんですって。へえ、知りませんでした。それは初めて見ました。私も全然知らない。感触がね全然違うんですよ、うん、ビニールほどシャカシャカしてなくって、これね、正確にそこまでそうなのか分かんないんですが、植物由来のプラスチックの一種っていうことで、二酸化炭素なんかの排出量が少ないものなんですって。なるほど。さらになんかあれですね、うん、それをそのまま捨てても割と分解してくれそうな、そういう機能もありそうな見た目ですね。そう、まさにそういうことで、それをですね、そのトレーダージョーズっていうスーパーマーケットでは、うん、その野菜だなんだって、うん、果物だって入れる袋自体がこれになってるんですよ、ね、うん、うん、やっぱ考えられてて、なぜね今私の手元にロール状になってこれがあるかと言いますと、実はですね、うちでは、はい、できる限りっていう話になるんですけど、ええ、この袋をうちのゴミ袋、生ゴミとか毎日やっぱり害虫出ちゃうんで捨てるんですよ、はい、うん、その用の袋にこれをできるだけ使ってるっていうことが今手元にあるんですね。なるほど。やはり環境に優しいゴミ袋を使いたいという、そういうね、はい、配慮ですよね。そうなんですよ。こっちだとね、でもアマゾンで今見たらですね、コンポスタブルバッグっていうのが100個、そうですね、100個入って13ドル、どうでしょうか。おお、安いと思います。そうだから意外と安い、うん、そういうこと、はい、意外と安いので、こういう取り組みもなんかね一つなのかなっていう感じがします。身近なところでできることっていうところでね。あとはエコバッグですね。こっちはもうもちろんそっちもそうかもしれないんですが、ビニール袋廃止にスーパーでね、なってまして有料になっているので、大体の人がエコバッグ、ちょっとこれ年季入っちゃってるんですけど早川さんにお見せしますが、はい、こういうねホールフーズっていうところの、うんうん、そうエコバッグなんですけど、これね新品の時だともっと可愛いね、ポップで可愛いのが多いんですよ、こっちだと、うん、これだったら何回も使えますよね本当に。そうなんです、うん、本当にそうなんです。だから安いのだとね、それこそ1ドルぐらいから売ってるので、ほとんどの人たちがそういうエコバッグ持ち歩いてるっていう、そういう感じですね。うん、実はねこの川越ライブの生放送の木曜日にちょっとエコ関係のゲストをお呼びして番組をやったんですね。実は先週。すごい、はい、すごい、それ、はいはい、エコというか本当に何ですかね、 SDGs というか持続可能なその環境フォーラム、はい、うん、その川越のウエスタ川越で環境フォーラムのイベントが開催されて、そちらの関係者の方が来ていただいたんですよね。ですので、なるほどね、はい、結構タイムリーな話題をありがとうございますというか、私的にも、はい、うん、びっくりしました。でもそんな中で多分早川さん、そしたら2回目になるわけじゃないですか。感じることっていろいろあると思うんですが、なんか実際取り組んでることとか、これからこれやってみようかなみたいなことってあります？まあ、取り組んでるっていう、まあ、その性格がちょっとケチなものですから、電池は基本的に充電式の電池を使ってます。捨てない、基本的に新しい電池は充電式で買い替えるということはしてますね。で充電して使う、あれ、うん、うんうんうん、便利っすね、あれね。高いんですよ最初は、普通の使い捨てに比べると、うん、その1000円以上したりとか、特にバッテリーが長持ちするやつになると本当にかなり高い割高な感じはするんですが、長い目で見るとやっぱりね500回とか使えますからね、充電して。そうすると1回の充電にね、何円という世界で使えますので、かなり、うん、乾電池は推移してますね。いいことですよね。でもね、なんかね、そういう乾電池とかはね、ギリギリまで使うたちなんですよ。ケチすぎてそのなんていうんですか、テレビのリモコンは少しバッテリー減ってても大丈夫とか、そういうなんていうんですか、このバッテリー容量が減ってても使えるところに使い回ししつつ、その使い捨てのものもなるべく長く使ってやるという、基本的に
ケチな性分なのかもしれないですけど、それから派生して、うん、今はもう充電ものにしているという感じですかね。なるほど、うん、ね、まあこうやって本当に簡単なところから実際に始められる部分もあるのでね、皆さんもぜひこれを機になんかちょっとね携わってみてはいかがでしょうかって、そんな問いかけになりますね今日は。はい、非常に有意義な、はい、提言ありがとうございます。はい、全くね本当にニューヨークの方が進んでると思いますので、日本はね後追いで環境問題とかどんどんまた、まあ、流行ってるという言い方は良くないんですが、そういう認識が浸透してきていると思いますのでね、エコバッグもかなり持ってる方今はもう当たり前になってると思います。あのプラスチックバッグが有料になって、やっぱりこれもねそのケチケチ根性がですね、やっぱりプラスチックバッグに1円とか2円とか払うの嫌だなとか思うと、みんなエコバッグを持参するようになるっていう、あると思いますよ。確かにそうですね、うん、そういうところから講じてでもいいですし、なんかこうきっかけがあるとね気軽に取り組めるようになると思うので、そういったところから本当に私もまだ一歩ずつではありますがやってみていますので、試しながら今後もね、はい、なんかそういう話があったらご提案させていただければと思います。ありがとうございました。今日はニューヨークから小池さんとエコ話でいろいろ盛り上がってみました。小池さん本当に朝から、朝というかニューヨークの夜遅い時間にありがとうございます。お付き合いいただきました。はい、ありがとうございました。また来週楽しい話題をお願いいたします。はい、お願いします。